皆さんこんにちは、おむつです。今回の動画は我が家で新しい海洋生物をお迎えしましたという動画になります。今映像で映っているのがハナイカという生き物です。今回はこのハナイカが一体どんな生き物なのかを紹介したいと思います。ハナイカは軟体動物門等足綱甲イカ目甲イカ科ハナイカ属に属する海洋生物です。軟体動物門は貝類を中心に進化の過程で貝殻を創出したウミウシやナメクジ、そしてイカやタコなどが含まれており、これまでに約11万種が発見されています。節足動物に次ぐ巨大な動物門となります。ハナイカは見た目の通りいわゆるイカです。このイカ10番形状目というのはグループにまとめられており、海岸目、平岸目、甲イカ目、トグロ甲イカ目、団子イカ目の5つの目に分類されます。この中でも甲イカ目というのはずんぐりとした可愛い体型をしているのが特徴です。体に比べて脳の容量が大きく、実は軟体動物門ばかりか全ての無脊椎動物の中でも最も知能が高いと言われているんです。そう言われてみるとものすごく頭が良さそうな見た目してますよね。体の模様よく見てもらうと、背中からうねうねと波打っているのが分かりますでしょうか。ハナイカは別名海のカメレオンとも呼ばれ、外敵から逃れるためいついかなる時も背中の模様を瞬時に変えることができるというのが大きな特徴となります。非常にエキゾチックで魅力的な生き物ですよね。瞬時にピンク色や黄色の派手な模様が出たかと思えば、後ろのライブロックと同じような薄いピンクの発色に変わったりと、本当にいろんな表現を見せてくれる不思議な生き物です。で、このハナイカ普段海底にいるんですが、2本の腕を使ってまるで足のようにのそのそと海底を歩くんですよね。この姿もまためちゃくちゃ可愛いです。ハナイカの餌ですが、主に海底を移動していますので、エビやカニなど低性の生き物、特に甲殻類を好んで捕食するようです。繁殖期は夏場で岩場に産卵をし、孵化した幼体は水深80メートルほどの深場へ移動して成長していきます。そして成熟した個体は繁殖に備えて春頃には浅い場所へと戻ってくるようです。一般にイカやタコなどの等足綱は寿命が短く、ハナイカも孵化してから産卵するまでの1年ほどで寿命を迎えてしまいます。以前私はヒョウモンダコの飼育もしていたんですが、やはりこの軟体動物タコやイカの魅力に取りつかれて、今回はこの美しい見た目を持つハナイカをお迎えしてみました。では早速餌やりをしてみたいと思います。画面左側にあるのがスジエビです。このスジエビは以前飼育していたヒョウモンダコも大好物でした。ヒョウモンダコは冷凍の餌に餌付きましたが、このハナイカ冷凍餌に餌付かせるのはかなり難しいみたいですね。今回は生きたスジエビを少し弱らせてから水槽の中に入れてみました。おそらくこのスジエビの気配に気づいているようで、なんとなくそわそわしている感じがします。ちなみにスジエビのサイズ感、これくらいであれば全然食べれるというふうに今回お迎えしたショップさんからも聞いています。で、このスジエビを食べるとき、ハナイカものすごく特徴的な食べ方をするんですよ。もしかしたら水族館の資料や動物奇想天外などで見たことあるという方もいるかもしれません。パッと見て見える手と足以外に実は他の腕を持っています。その触腕と呼ばれる腕をパッと伸ばしてエビを捕まえるんですよね。今回はその様子も映像に収めることができましたので、この後皆さんにご覧いただきます。どうでしたか？初めて見た方はかなりびっくりしたんじゃないでしょうか。普段は見えていない触腕という透明な腕がニューンと伸びて、一瞬にして獲物を捕らえました。このハナイカの腕にも小さいながらも吸盤はしっかりとついています。ちなみに今回紹介しているハナイカとは同族の別種として、
テトロドトキシンを持つ猛毒のミナミハナイカというものもいます。ただこのミナミハナイカに関しては生息域が異なっており、オーストラリア沿岸などに生息しているものになります。今回私がお迎えしたのは日本近海に住んでいるハナイカです。この見た目、色合いの美しさという点ももちろんなんですが、表情を見てもらうとどこかちょっと眠そうな、やる気なさそうな表情も可愛いですね。結構餌は長い時間をかけてゆっくりと食べている感じです。お迎えして数日の間は私が近くにいると餌を食べてくれなかったんですが、3回目、4回目くらいの給餌のタイミングで私が見ていたり、もしくはピンセットで近くに持って行ってあげても餌に食いつくようになりました。今ブワッと色上がったの分かりましたかね。こんな感じで1日の中でもいろんな色合い、様子を見せてくれるので、飼育していてとても可愛い生き物です。そしてヒョウモンダコもそうだったんですが、やはりこの8本や10本ある手足を使って水槽の中を泳ぐように動いている姿、とっても可愛いんですよね。わかりますかね、今なんか2本の腕だけ上げて、なんかまるで盆踊りを踊ってるような格好してますね。でこのね、手先が多分すごく器用なんでしょうけど、なんだかもじもじしてるんですよね。正面顔めちゃくちゃ可愛くないですか。なかなか水族館などでもこういったイカの正面顔を見たり、もじもじしている様子見ることはないと思うので、この動画で少しでもハナイカのことを好きになってくれてたら嬉しいなと思います。まあ、私もハナイカめちゃくちゃ綺麗だなと思っていろいろ調べていたんですけど、やっぱり普段飼育されている、まあ、爬虫類とか熱帯魚などに比べると飼育に関する情報も少ないんですよね。水族館のブログであったり、漁師さんやダイバーさんがハナイカの情報を載せているところがあるので、そういったところから情報を収集しつつ、この子が健康に元気に育つにはどんなことが必要なのかなというところをしっかりと得ていきたいと思っています。ドアップにしている姿も最高に可愛いです。今回はハナイカが一体どんな生き物なのかという点に焦点を当ててお話をしましたが、今後は様々な餌を与えてみる捕食動画であったり、擬態の能力についてなどの動画も上げていきたいと思っています。気になる方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それでは今回の動画を終了します。今回の動画はいかがでしたか。この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また Twitter や Instagram もやっていますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。